私たち人間の暮らしは人間以外の生き物とも密接に関わっています。そもそも生物多様性とは、動物、植物、菌類などを含む地球上のすべての生き物がバラエティに富んでいる状態のこと。この言葉は単なる種類の多さを意味するのではなく、生き物同士のつながりも含めた複雑で多様な生態系のことを指しています。実はこの50年近くで地球上からおよそ7割の生物多様性が減少したと言われています。そしてその原因のほとんどは私たち人間の活動だと言われているのです。例えば世界の食料の3分の1を受粉していると言われるミツバチがこのまま絶滅してしまったとしたら、さまざまな農作物がなくなってしまうかもしれません。普段目にすることのない生き物たちも巡り巡って私たちの生活と密接につながっている。だから生物多様性を大切にしなければなりません。生物多様性を守ることは、さまざまな生き物とのつながりを守ること。そうすることで人間も多くの恵みを受け取ることができ、さらには気候変動の緩和などにもつながります。他にも労働機会や住環境が守られるだけではなく、海の生物から抽出された成分から抗がん剤をはじめとした難病の薬が作られるなど、医療の進歩にも一役買っているのです。まずは地球環境問題に関心を持つことが大切です。例えば食べ残しなどの食品廃棄物を減らすことや、環境に配慮した食品や製品の購入、また環境負荷の少ない移動手段の選択や省エネルギーなど地球温暖化防止対策に取り組むことなども生物多様性を守る第一歩になります。パナソニックグループは30年以上にわたり企業市民活動を通じて社員一人一人が生物多様性保全に取り組んできました。身近なプラスチック削減、森林や里山の保全、町や河川、海岸の清掃、社員食堂でのサステナブルシーフードの取り組みなど、より一層力を入れていきます。家電などを通じて人間の暮らしを豊かにしてきた私たちパナソニックは、これからあらゆる生き物が暮らしやすい世界のために行動していきます。ありとあらゆる命のために、たった一つの世界のために、アクトフォーエブリライフ、パナソニックグループ、みんなの生物多様性保全。